明日エーデルワイススキー場行くことになった。エーデルワイスってどこか、あの那須の裏あたり、栃木や多分あの辺ね、 2,3 個あるよ。前行ったとこより手前、ハトリコよりは手前、今割と近い。というのは僕は今歩いてないから、あんまりエネルギーが溜まってないから遠くに行けない。あと今休み中だから、あんまり広い、辛い、あんまりハードなことできんから。でもあちょっと近所の一番手前ぐらいの、軽い感じ。明日はね、あとね、オフシーズンの夏にね、ヤマダ電機になんかキックボードが売ってたの。キックボードが、あのスキーブーツにキックボードつけて、あのハンドルのとこ切ってね、スキーに、あとビンディングつけてスキーの練習にしようかなと思って。どう思う？だから夏にスキーの練習ができるように、板に車をつけてビンディングつけて、まあ一番は筋トレなんだけど、まあ、夏もやりたいじゃないの。夏もやりたいじゃないの。まあ、自転車やればいいっていう話なんだけど。だからキックボード、あのキックボードって子供用のがあって、それにビンディングつけるのよ。それにスキー板つけて、このボールのとこ切るのよ。いや、うん、趣味もちろん趣味よ。そんなプロスキーヤーになるわけではないんだから。遊びというかスポーツよ。もう遊びというかスポーツ。ちょっと体重が増えたからね、スポーツ生には太るよ。まあそこでマラソン走ればいいって言うんだけど、東京で走るだけじゃ面白くないじゃないの。それでスキーに行くの。あと山口だからね、東京でジョギングするだけじゃ面白くないじゃないの。まあ、それが面白い人もいるよ。それに喜びを見出す人も。昨日エゾの雪を見て、なんかまた行きたくなったな。ホワイトバレーじゃない。エーデルワイスはね、今より、怪我はしちゃいけん。怪我したらダメよ。行ったらいかん。気がしないぐらいね。エーデルワイスは、え？そうよ。うん、あれは良くない。5。そういうことじゃない。あれ、もう終わっちゃうよ。エーデルワイスはね、もみじライン。絹川、この間新藤原。この間ここのね、東武日光線っていうか、なんとか線っていうのがあるよ。ここ絹川線があって、新藤原まで去年行ったのよ。でお猿の山とか絹川まで行ったお猿の山がある、農園公園、その近くだよ。エールリバース、この辺ちょっと釈迦岳っていうのがあって、それが1795なんだ。うん、山スキーもやりたいとこなんだけどね、これやりだすともう遭難するから、ちょっとスキーで抑えておこうと思うね。スキーで抑えていろいろ山スキーもやりたい。だからエレル、あのスキー場からちょっと登れば山好きになるんだ。遭難したら元も子もないからね、浮きではやらない。塩ばらしで、なぜ塩ばらしだ。だからオフスキーのなんかあれを作ろうかなと思って、キックボードで山田電機で売ってた。
そこまでスピンにこだわるかって話です。なんとなく面白いから。ビクトリアでね、なんかビンディングつけてもらうから。まあいいんだけど。明日はエルドワイスに行きます。バスバス。いつものビッグホリデー。それがね、それが4900円でね、最安やった。じゃあ持ってる持ってる。この間使わなかったから。この間のスキーの余りがまだ残ってた。先週行ってないから。まだあったね。まだあった。うん。金持ちが良かったね。今回は、うん、ほとんど使ってない。金持ちがいいって言うんだ。お金のキープ状態が良かった。でも全部本になりそうだったけど。スキー行っても金が貯まればいい。あれ、お父さん動いてるじゃない。この間すごいなんかすごいダメージを受けてた。お父様ちょっとね。あ、どうもどうも。お父さんはまだ生きてます。まだ生きています。まあ、ならんよね。あ、このサラダが美味しいからくださいよ。明日はエーデルワイスで休んでいきます。いや、スポーツだ、スポーツ休んねんけど。うん、美味しいとか美味しいよ、このマカロニは好き。マカロニは美味しい。でもちょっと体重が増えてるからね。ね、最近動いてないから。甘い、食べることに美味しい。野菜。明日また3時に起きていかない。早めだね。もう撮影、バスの撮影がすごい疲れるから、あれやめよう。ちょっと、ちょっと、いや、元気ならやるけど、ちょっと今、休む。でも高速を降りたとこから撮ろう。これが重要だから。こんな重要でもないよ。焼いた来たから降りるのやったの。それがよくわからん。どっから降りるのか。いや、わからん。あ、ここから日光宇都宮道路っていうのを通るんだ。宇都宮から。それでここを通るんだよ、多分。西をもみじラインを。よくわからないけど。この間新富士原まで行ったから、鬼怒川に行ったから。鬼怒川も川だから横をずっとなだらかな下り、なだらかな下りをインラインスケートかなんかで下る練習。そんな雪が降ってない鬼怒川は。見やすいですよ。中におるよ。おるおる。いかんでずっと仕事して
出し抜こうとする人でしょ。知らんけど。それは言い過ぎだ。真面目な人だ。交代局面、もう終わりじゃないですか。食べていく。でもダイエット目的だから。あと山が見れるのがね、いいよ。山好きよね、やっぱね。山口だから。自然がさ、やっぱり心に染みるんじゃろ。はい、今日はブックオフで国大のね、氷の研究の本を読んだから。国大有名よ。あの人工降雪機を作ったの北大の人だったね、最初。知ってた。あの人が初めて人工降雪機を作ったんだって。すごい。あの人のおかげで。パウダースノーです。やっぱ車のおかげで雪が降るっていうのはあるよ。杉村太蔵さんじゃないけど。あのソリューションは LHC というのができて、北上山地にできるんだけど、あれで雪を降らそうと考えてるんだろうけど、力が弱いからね、そこまでないと思うよ、僕は。ILC だ、ILC。ILC で雪を降らんだろうと思う。エネルギーが低いからね、はい、それです。緩やかといえば、緩やかな緩斜面。奥多摩から緩やかな斜面になってるからね、インラインか自転車でダウンしてる人。気晴らしにいいかも。あ、味噌汁ください。味噌汁、富士山の御殿場ぐらいからね、静岡にダウンしてる。味噌汁ください。あの山田電機の子供用のキックボードの、あのこっち
手の部分を取って、あのスキー板にするというね、それを思いついた。もう山田電機の人知ってるのかな、ビンディングつけてオフトレにいいかもしれない。では